後ろにそのままで、ゆっくりこの腕の動きをですね、はい、まずはご飯を14から17グラム取ります、はい、1回で取れるようになっています。おー、15グラム。で、この指3本で俵型を作ります。作ります。では次にネタを左手で小葉を上にあるようにこういう風にして持ちます、うん、はい。で、人差し指で、うん、ね、わさびをつけて、わさびをつけました。ご飯をのせます。のせました。それから上と下を押さえて親指で、そして人差し指で押して、これがなんだっけ、台じゃなくて足だっけ、足ですね、ネタを上にしたら横から押さえて、うん、で親指でこうやって上に乗せて、うん、キュッと、あ、キュッていう、はい、でキュッてやって、180度返してこうやって押さえて、キュッで、この時上から押さないようにこう、はい、私のところに入れておきます、はい、はい。で、まだもう一回やってみます。幸せセットって言われてる。14から17取って、うん、15ぴったし。コバを上に、コバを上に、もう覚えた、下にして、コバを上にして、うん、わさびをつけて、うん、ご飯を打って、上下から押さえて、親指、人差し指で足を作る。繰り返して、横から押さえて、もう180で、箱を作って、180で、横を押さえて、棒を作って、で、これで、はい、全部やる？何回目？あ、軍艦まである。以上、最初の頃は本当全然いなかったですで、日本人の方が多かったです。だんだんこう海外のネットですね、はい、それで、まあ、上手にできてるから敵は良くなっていくエビが一番いい。でもこれ海外はこれでここで教わって自分で作る方で美味しいですし、もちろんパリとかニューヨークの高い店行きはあるけど、それ以外は多分不可能ですよね。そうですね、ないですよ、ね、魚をだから要は握り習って、あとアボカドで作ったりとか、なんかアボカドは人気だって言ってたね。いや、私ギリシャとかポルトガル好きなんで、魚介類が思いっきり新鮮なのあるんですけど、料理がもう焼くか揚げるかの2パターンしかない。そうですね。ただあの刺身もちょっと食べるところもヨーロッパであります、ね、はい。だから、いや、そういうところでマグロかサーモンか、サーモンってイワシがね、すごい美味しいんですよね。シャリ多めだよ、マグロ20g。軍艦だけは 20g、 ちょっと 20g、 18か20あるんじゃない、じゃあホタテをサバソコだと、ちょっとサバを持ち込み、軍艦巻きです。じゃあホタテを、お上手だな、なんか土屋さんの手際になってきた。それで左を短く、左を利き腕の方を長くして前に行って、うん、お米一粒で、このピヨって出たところはお米一粒で、卵もいいです、卵、卵も作るか、それがお酒ですね。で、上から3回ぐらい押して、で、上に乗せて出来上がりです。あ、いくらだっけ？後から。卵は、はい、あ、いいです。はい、大丈夫です。1人だけです。あ、じゃあ一緒にやりましょう。はい、止めていい？止めるときは、まあ、卵も、お寿司の